おはようございます。お父さん今シャワーしてるんだけど、サムちゃんとサニックがプレストさんをシェアしてます。最初ね、サムちゃんサニックの前にいたんだけど、お互いにちょっとずつ当たるようにずれたみたいで、仲良しさんしてますね。いいね、あっちゃかい、あっちゃかいなの、よかったじゃん。そうやってシェアして一緒にね、あったかあったかするんだよね。お利口さんでしゅ。今日も寒いもんね。よかったね、あったかい、ちゅいててね。いってらっしゃい。なんでこっち見んだの。うん、いってらっしゃい、気をつけてね。あれ、おじゅう、何してんの。洗濯機見に来たの。お父さん、いってらっしゃいしたんだよね、今ね。早かったですね、撤収ね。フォミ君も来てたんだけど、あ、いる。フォミナも、お父さん、バーバーしたんだよね。サニ君ね、朝一ここにいましたけど、十分体が温まったらしくって、寝床戻ってますけど。サニ君、おはよう。あれ、フォミはどこ行った。あ、フォミ君。フォミ君、おはよう。フォミ君、おはよう。ダムちゃんは？あ、これ取り合いっこしてわんわん言ってんの。ダムニャもおはよう。仲良しさんしてよ。仲良しさんしてね、喧嘩しないよ。オッケー？一人一個ずつ持ってない？あるじゃん。パメちゃんここあるじゃん。ほら、あるじゃん。ここにあるじゃん。ピンクちゃんにあったじゃん。そこでガニガニしなさい。サムちゃんもブルーガニガニしなさい。今日も雨フレフレだからね。みんなでお家の中であったかあったかしてのんびりしゃんして過ごしましょうね。本日もお家の中は真っ暗ですので、昼から電気がついておりますけれども、午後になるにつれてね、雨足がね強くなってきておりますね。あ、今日そんなに降らないのかなって思ってたんですよ、私朝は。そしたらもうザンザン降りになってきた。昨日みたいに降って止んで降って止んでっていうよりかは真剣に降ってる時間が長いですね。雷マークはついてたんだけど、雷は特になってないかなと思いますが、昨日に引き続き寒いですね。ねえ、何クラムいるね。ブレストちゃんがチョキですよね。だからね、サムちゃん今遊びの時間になってますけど、もうポミ君はねここから一歩も出てこない。ねポミ、サニ君はねブレストさんに当たって体を温めたらここに入るみたいで、ポッカポカになってここでぬくぬく寝るみたいなんだけど、なので時折出てきてこうやって当たって、よし熱くなったぞって言って入るみたいね。サムちゃんもたまに当たりに行くけどね。サム遊んでんの、今遊びの時間だもんね。サムちゃんね、体ポカポカよね。まあ、ということで今日もねお家でゆっくりのんびり過ごして、編集したりお掃除したり、こまごまとしたものこちょこちょやっていこうと思います。私は昨日も今日もポストを見に行ってないから、見に行こうと思って、傘がね1本だけガレージにあると思って、傘さしていこうと思って探してたら見つけたけど取れなかった。あそこにちょっと白いの、あれ傘の絵が出てるんだけど、このままお父さんとねこの上のもの全部下ろした時に傘出しとけばよかった。雨降るの分かってたし、取れないから傘はさしていけないので、まあパーカー着てこっかな。どうしようかな、今日も別に見に行かなくていいかな。まあ 2,3 日見に行かなくてもね大丈夫だからねと思うんだけど、パンパンになるほど物も入らないし、よほどのことがない限りね、諦めよう。この辺にクリスマスのお飾りとか出してあるんだけど、クリスマスの間ここに出しておくかもしれないし、ちょっと分かんないんだけど、今度お父さんの休みの日に、ね、傘は取ってもらって手の届くところに置いておきましょう。もうすっかり真っ暗になってしまいましたが、だいぶ雨足がね弱くなってきたのでお外出てきましたけど、夕方めっちゃ降ってた。ずっと我慢してたね、必死になって落ち越してますけど、うちのお二人お利口だったね。我慢して、雨フレフレの時間出ないんだもんね。行くよ言ってももう絶対絶対に出てくれない。もう何言ってるでやんちかみたいな、ポミ目するし、サムちゃんもやめてよみたいな顔して、絶対に動かない、ソファーから一歩も動かない。サムちゃん特に今ね、私結構雨降ってるなっていうのね肌で感じるぐらいだけど、このぐらいなら出てくれますね。しかもなんかパトロール始めてるしね、二人とも。ちょっとお庭ちゃん探検して、それからお家入ろうね。サムちゃんお仕事するかもね、あの感じ、あの動き。あ、出てきた。ポミ君はどこ行った。ポミもう帰るでやんちよって言ってる。一点集中型なのね、ずっとねドアに顔をペチョーくっつけて待ってんの。やっぱりサムちゃんお仕事した。お利口だねサムちゃんね、お仕事してんにゃ。あ、出たにゃ。はいじゃあ、はいじゃあお家帰ろう。早いな、退散は早かったね。仕事が終わったよみたいになってるけど、二人ともカリ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 。かわいい。よいしょお家入ろう。よいしょ、ゴー。
ご飯にしましょうか。しましょうね。サリ君はもう食べた。同じクッキーさんを乗せたつもりだったけど違ったぞ。ポミはチョコチップで、ナムちゃんはハート型ですね。違ってよ。まあいいね、お利口だね。はい、待って、よし食べなさい。ゆっくりね、ゆっくり食べてね。ポミちゃんおくしょりもちゃんと食べようね。ナムちゃんお利口だね。はい、お手、おか、よし食べなさい。いいですよ。ゆっくりガニ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 してくださいね。お願いね。私すっかりね、今月のトライフェキサスとレボリューション忘れておりまして、サディ君ご飯食べる前にもう首元にチュッとしたんだけど、今月のトライフェキサスですね。ポミ君はまた食べてくれないかなと思うんだけど、とりあえずご飯が終わったらあげて、その後ヨーグルトさんにしようと思ってるので。もうポミ終わっちゃった。早いな。あ、そういうことする。タムちゃん、そういうことしちゃいけないってママ怒ったでしょ。朝お父さんにも怒られたし、毎日怒られてんだ、ご飯の時。こうやってなんか分かるけど、ポミが食べ終わったら、私の取らないだよって言うの。ポミくんが食べてる間はいいんだけど。ポミちゃん今日くしょいだからね。ママ今から開けるからね。待ってて。タムちゃんも食べ終わりましたね。クッキーさんを食べておりましたが、お利口さんに。おくしょりですからね。お利口さん食べましょうね。ね、ポミくんどうじゅ。あ、いや、言った。はい、もみくどうしよう。やだよ、やだよ、やだよ、言ってる。ポン。サムちゃんの違うの。サムちゃんの大きさが違うの。体重によって大きさが違うんでしゅ。ね、サムちゃん。もみくはまたお口にギュッですね。サムちゃん、ね、サムちゃんから食べよう。はい、サムちゃんお座りして。いい子だな、こういうのも好きでしゅわよ、言ってる。わ、ガリ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 。サムちゃん食べたよ、ポミク。おりこちゃん食べよ。やよー、言って。じゃあママギュするからね、オッケー。ポミ君、お座りして。あ、ちょうど映ってないな。ポミ君入れるよ。お口入れるからね。飲むんだよ。ぎゅーして飲むんだよ。いい、いくよ。うっ、こいしょ。うん、ごく。飲んだ。あー、おりく。飲めたじゃん。ね、こうやって飲んで、ぎゅって飲んじゃえばいいの。な、オッケー。オッケーオッケー、グーボー。で、ヨーグルトちゃんするよ。で、シュールだよね、ここしか映ってなくて。なんかもうちょっといい台があればよかった。そうだ、もうちょっとカメラを下げればよかったんだ。ねえ、カメラ下げてたらポミ君の顔が映ったね。ねえ。うん、おりこでしたよ。ヨーグルトちゃんしますか？おりこちゃん食べたもんね。お薬ね。定位置ついてください。わけわからんちになっちゃうから。あれ、こんなところ座って、ポミ。タムちゃんのもあるからね。タムちゃんお利口だね。お利口者。お座りましてお利口だな。あれ、お目目がちょっとしょぼしょぼしてる？どうした？今、ポミと揉めてたからか。なんか当たったな。ポミと揉めてお目目痛い痛いしたな。ポミ君にちょっかい出すから反撃食らったんでしょ。後で見してね。ポミちゃんもタムちゃんお目目痛い痛いってよ。この前ポミがやられたもんね、お目目ね。一緒だ。ダメよ、お目目やったらお互いに。ね。はい、お手、おかわりは？おかわり、もう一回。お手、おかわり。はい、お手、おかわり、もう一回お手。おかわり、わけわからんちになってるじゃん、お手。おかわり、上手。お手、おかわり、早いね、おかわりが多分。お手、おかわり、そう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 、ゆっくり、お手。おかわり、よし、上手じゃん。よし、前、ごめんごめん、よし、言ったから食べようとしたね。ごめんごめんごめん。じゃあ最後、お手。おかわり、よし、食べなさいですよ。ごめんごめんごめん。ママ、今行けなかった。ママ、今行けなかったね。いや、でもでも食べよう。お目目、後でちゃんと見してよ。今見よっか。もう大丈夫だな。オッケー、お手、おかわり、おしわり。お手、おかわり。おしわり、あて、おかわり、上手上手、もう一回。じゃあ最後しよう、いいよ。おて、おかわり、よし、食べなさいでしょ。はい、たぶちゃん、いい子でした。グーベビーでしゅ。ママ、これからご飯作るからね。のんびりさんして、見学しててください。で、お父さんの帰り待とうね。本日は、こちらですね。メイン。さて、何が出来上がるでしょうか。めっちゃ簡単なんだけどさ。普通のお酢にしようと思ったけど、今日はアップルビネガーにする。また後でちょっと味は整えるかな。もうちょっとお酢入れたいからね。お醤油、普通のお酢もちょっとだけ、あ、これ入れようかな。これ甘くなるんだよね。昨日食べたんだけど、これオレンジマスカットシャンパンビネガー、これ入れよう。出して火入れたら終わり。 OK。 煮込んでる間にサラダを作ります。今日も汁物はパスしようかな。ちょっとコク出しにブラウンシュガーを足して、あとお醤油少し足したんですけど、ドラムスティックのね、酸っぱ煮ができました。鶏肉入れて調味料入れて煮るだけだからね、もうすぐできるし、めちゃ簡単なので。そして私ね、鶏のあんよとね、酸っぱいものがものすごく好きなので、大好きなメニューの一つですね。もうちょっとだけね、この煮汁をね、とろみつけたいので、火ガッと入れて蓋取ってね、煮込んだら完成ですね。おー、きたきた。
それでは私ご飯食べようと思います。先ほどのねチキンのスッパにですね、もう1本食べれたら食べようと思ってるけど、とりあえず1本冷凍庫にあった玄米と、これは昨日作ったスキャベツですね。柚子果汁もまた入れた。柚子果汁入れた方が美味しいと思って入れたのと、適当サラダオレンジのビネガー入れてね、昨日そうだうちオレンジあるから明日はオレンジ入れようと思ってオレンジも入れました。あのオレンジマスカットのビネガーが結構甘いんですね。そうだからお父さん気に入ってたので、多分オレンジ入れたらもっと気に入ってくれると思うと、あとキュウリのお漬物があります。以上になります。いただきます。お父ちゃん帰ってきたね。うん、行ってきて、見に行ってきて。グッドダイナソー、グッドダイナソー。お父さん帰り。グッドダイナソー、散歩行ったか。お前行かないよね、行かないよ。なんか行かないの、お散歩。フォーカスしない。グッドダイナソーね、入れちゃおうか。はい、サブちゃんはちょっとこの伸び伸びにはなったこれ。かわいでしょって。ポーメテッシュ早いなぁ。寝寝してなかった。寝寝してたよね。出てきたのもね、お利口者だからね。よし。出ていきますよ。ゴミ出てないんだよ、うち。あ、ゴミの日だ。忘れてた。やってない。すっかり忘れてた。今日木曜日じゃん。サニ君寒いからね。反転着せてあげたの。そしたらぬくぬくで寝てるの。ずっと着て寝てる。気に入ってるみたいよ。お着替えして一緒にゴミ捨てしようよ。よろしくね。サニ君見た後さ。おじいちゃん。近いでしょ？じゃあ、お家の中のゴミをまず集めましょう。よいしょ、おいで。行かないの？ゴミは行くよって言って出てきたんだけど、今、お父さんがゴミして、ゴミまとめたから。開かないけど。あー、木が膨らんだのかな、濡れて。お願いします。ゴミ。ゴミく一緒に行くの？ゴミおいで。うん、じゃあ行っといで。サムちゃんも？行く？チッシーよ、サムちゃんは。おいで。行く、ベイビー。あれ、サムちゃんも行ったとな。お父さん、サムちゃんも行ったけど大丈夫？うん、サムちゃんだけよ。サムちゃん自由人だから。あ、サムちゃんチしてる。おーりくー。じゃあお父さんの手伝いしようね。パトロールしながらお手伝いしております。サムちゃんもここにいるけど、お父さん今前に置きに行ったからね。ゴミ箱戻ってくると思う。あ、来た来た。隣のあのお家がここまで電気つけてるから、そっちから入るの。ゴミちゃんおいで、ゴミちゃんおいで、こっちよ。ダメじゃん、もういいね。うちもこの辺電気つけようかってお父さんと言ってるんだけど、前のうちでね使ってたねパームツリーに巻いてた電気はいっぱいあるからさ、きっと余るだろうからって言ってた。ただいまお父さん。はい、お手伝いご苦労様でした。母ちゃん入りましょう。寒いね、息が白いね。足びちゃびちゃだよ、拭かないと。お手伝いのご褒美にクッキーもらってる。よかったね。お父さんご飯にしましょう。お父さん寝ちゃったんだけど、なぜフードかぶってるのかしら。サムちゃんぴっとりくっついてるけど、私編集してる時プレストさん自分の方に向けてるから、ここが一番あったかいのね。それでお父さんも寄ってきて、ここで文字のゲームしてて寝ちゃいましたね。また今日もここで寝るのかな。ベッドで寝るの嫌いだろって聞いたら、そのまま寝た方が楽でしょって言ってた。別にベッドで寝るのは嫌じゃないらしいけど、ていうかサムちゃん体勢大変そうだけど大丈夫？とりあえずくっつきたいのね。もうね12時45分過ぎですね。ちょっと今ね雨の音がしてるから、もうちょっと音が小さくなったらね、ポミトさんもトイレ行って寝かして、私はお風呂入って寝ようと思っております。何食いやしも。夜寝るときはポミもサムもセーター脱がすんだけど、サニくんはなんかもうずっとこれ着てぬくぬくして寝てるから、別に窮屈なものでもないしね、とっても気持ちよさそうに寝てるのでね、脱がすのもなと思って反転着たまま寝ておりますが、あっちゃかいでしょ。クジャニック気に入った。これ去年いただいたんだけど、普通に着てたんだけどね、スルッと脱いでね、いつの間にかいなくなってたんだけど、今年のハロウィンからねお洋服着せてもね脱がずにそのままね着てられるようになって、なんだろうね、こういったね変化もね年取ったっていうことなのかななんて思ってるんだけど、とっても寒がりさんだし、これ中はねこうフリースっぽくなっててめっちゃモコモコなのね、綿も入っててしっかり、だからいいのかななんて思ってて。兄ちゃん肉あったかったからね、よかったね。タニクよだれ垂らしてたにゃ。よだれちょいてるお口の周り。気持ちよかったのかねんねが。よかったね。あったかあったかしゃんでね。もう一着ね、ワンサイズちっちゃいのがあるんだけど、それポミに着せようかなと思ってたんですけど、サニクも着れるからね、サニクに着せてあげてもいいのかななんて思っておりますが、まあね、サニクとね、ポミクでお揃い着せても可愛いかなと思うのね。また今度ね、ポミにも着せて、お揃いで、ここで並んで、ね
めてもらいたいなって思ってるんだけど。ねえ、サニー君、コミクと同じ仲良しちゃんでお写真撮ろうよ。とってもご機嫌さなので、サニー君ね。あったかあったかでねんねしてください。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。サニークっぽい。おやーちゅみくっぽい。おやーちゅみ。ポミくんおいでって、ママこっちよって言ってるね。ガニガニさんをね取りに来て、ずっとここで寝てたんだけど、いつぐらいからかな、私が編集してる途中ぐらいからねここで寝てて、多分私がシャワー出てきたからガニガニさん取ってって言って出てきたんだと思うんだけど。ねポミ、寒くない？体冷たいよ。タニくんめっちゃあったかかったもん。ポミくんここ好きね。これはねあったかいと思うんだけど、でもここ自体もちょっと冷たいと思うんだけど、今彼はここすごく気に入ってるんですよね。まあ、ポミが好きなとこでねんねしてくださいな。ポミくん今日苦手なお薬者の日だったね。お利口者にごっくんできてよかったけど、ハードワームのお薬は毎月あるからね、頑張ってごっくんしようね。大丈夫大丈夫、ポミ落ち着いてごらん、落ち着いて大丈夫。今日も雨ふねふねだったけど、明日は太陽ちゃんこんにちはするって書いてあったから、お庭ちゃんで遊んでシャンポも行こうね。2日間ねとってもお利口者にお家の中で仕事ごせたね。ありがとね。お利口者ですよ。とってもお利口者。ママケアしたら言ってるけど。上手。ポミちゃんお手で上手。そうね。お手でキレキレしてお目目キレしれしゅんの。ママもそうしなしゃ言ってんの。ママこれね、お目目キレキレはしないよ、ポミ。ありがとう。優しいね。ママのこともキレしてくれんのね。だね、ポミー。もうねむねむだかねんねしましょう。今日も一日ありがとね。ゆっくりねんねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。ポミククっぽい。おやーちゅみクっぽい。おやーちゅみ。お嬢はお得意のあゆの間入っておりますが、やみちゃんおやしゅみー、ねむねむしゃなの。お嬢さんのあゆの間あったかいないよね。たぶちゃん今日も雨雨ふれふれなったね。お外行こうよって3回誘って2回拒否されます。それぐらいお外に出たくないんですね、雨の日は彼女ね。でもそのうちの1回は我慢できなくておトイレに出るんだけど、まあ、でもしっかり我慢しててね、その究極の1回でね全部済ませて帰ってきますので、お散歩行ったりね、お庭のパトロールしたりね、遊んだりできなくてちょっとねストレスが溜まるみたいだけど、まあでも雨の日は雨の日なりの過ごし方ね、少しずつねこの2日間でねリズムできたなと思って、適度に遊んで、お父さん寝てるけど、でよく寝る、やっぱ雨の日がよく寝るね。よくシュンしたのね、あったかあったかして寝るんだよね、ナムヤね。こっちのお目目ね、さっきしょぼしょぼしてたけどね、とても回復が早いようでして、若いね。もうしょぼしょぼしたりしてないですね、ナムちゃんね。コミクは1日ぐらいかかるけど、やっぱりね数時間でよくなるみたい。まあね、もうサムとコミがちょこちょこ小競り合いするでしょ。まあ大抵サムちゃんがさ、あたいが一番いいよっていうね感じで揉めるから、昨日私すごい怒ったの、夜寝る前にね、めちゃくちゃ怒ったんです。あんまりやると私に怒られるっていうのが分かったみたいで、タムチャって言うとスッとね引くようになって学習してますね、彼女ね。やっぱりチビだからって言って分かんないからっていうのはね、もうねもう1歳半にもなるしね、もう大人だから立派なねダメだと思うので、ベビーじゃないからね、私はベビーベビー言うけど、あんなに怒ったの私も初めてなので、まあ時折ね締めていかなきゃいけないかなとは思ってますね。シャムちゃん怖かったんだよね。ママ怒ったんだもんね、怖かったんだよってね、知ってるよ。ねえ、ねねしよう。今日も一日ありがとね。ゆっくりねねしてください。おやーちゅみ、おやーちゅみ、おやーちゅみ。サムチクベイビー、おやーちゅみクベイビー、おやーちゅみ。お父さん今日はずっとフードかぶったまま寝てるけど、ネズミ男スタイルになってますけど、あったかいみたいで、これねかけてもないし、足もめっちゃあったかいんだよね。プレストさんのおかげかなと思うんだけど、ここ座ってるとねポカポカあったかいから、まあなので今日もねこのままね、あちょっと起きそうだけど、おとなしく出てもらおうと思います。お父さんおやすみ。はい、気をつけてね、サムちゃん下入ろうとしたり、お父さんのサムちゃん気をつけてね。おやすみ。
本日も無事にベッドに入りました。ただいま3時になります。本日もですね、ガツガツとね編集を進めておりまして、ちょっと遅くなっちゃったんですけど、最近私気づいたことがあるんだけど、お父さんがねベッドじゃないところで寝るとって言ったらいいのかな、そういう日はね結構夜遅くまで編集してるかなって思ったんだけど、っていうのもお父さんシャワー浴びるときに一緒についてきてね、シャワーを浴びるから、何かしてたとしても気ないところまでやってからシャワーしようとかじゃなくって、もうお父さん行っちゃったから気上げて寝ようっていう感じになるからだと思うんですけど、日曜日からのお父さんベッドで一回も寝てないからね、今週は私もね結構夜更かしの毎日かなと思っております。本日もですね、昨日に引き続きしとしと雨の一日だったんですけど、今日はねしとしとっていうよりかはねザーザーだったなと思うんだけど、雷マークついてるってね話してたと思うんだけど、雷はね鳴ってなかったかなと思います。私雷めっちゃ嫌いだから、ちょっとでもね光ろうもんならえってなるので、よかったなと思ってるんですけれども、もう雨の音聞こえてこないかなと思うんだけど、明日一応ね晴れ予報で気温もね20度近くまで上がるので、少し暖かくなるかなと思ってて楽しみなんですけど、久々にねみんなでねお庭出てポカポカ日向ぼっこしたり、昨日今日とねお買い物行くお買い物行くって言っておきながら行ってなかったので、お買い物にも出たいななんて思ってるんですけど、とにかくね昨日今日とできなかったことをねやりたいなと思っております。ということで明日はね晴れ間を楽しみたいなと思いますので、今日はこの辺りで終わりにして休もうと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。